サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画の編集をしている林と、デザイナーのトマト、司書の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。はい、今回は原のおすすめ作品ということで、これ阿賀沢さんだっけ、赤沢さんだっけ、阿賀沢紅茶さんの正反対な君と僕という作品を取り上げたいと思います。まずこの作品の概要なんですけれども、少年ジャンププラスの2022年22号、まあ、いつなのかよく分かりませんけど、22号から26号までに連載、されたものですね。でそれが2022年7月9日に第1巻として、発売されたと、いうことになります。で、2022年の8月31日に、次に来る漫画大賞2022というのが発表されたんですけど、これ第8回目となるそうですけどね。ここでウェブ漫画部門の第2位を取った作品であります。すごっ。はい。で、その次に来る漫画大賞、まあ、前にもこのサンデー漫画クラブの中でこのワード自体はね何度か出てるかと思うんですけれども、これはどういうものかというとですね、もともとは2014年にスタートしたものですね。ニコニコとそれからダヴィンチの共催企画として始まったそうです。で、その際に始まった時にはですね、これから売れてほしい漫画部門、これは紙の方ですね、それから本にしてほしいウェブ漫画部門というこの2つの部門で始まって、時期もなんか別々だったようですね。で第2回からはコミックス部門とウェブ漫画部門というふうに名称が変わって、第3回からは それぞれ別々に発表してたものを同じ時期に発表するようになりました。でそれがちょうど8月の後半の時期に発表されて、今に至るということですね。2022は次に来る漫画大賞2022というのが8月31日に発表されました。年々なんかこう注目度も上がってきているような印象じゃないかなと思います。この賞そのものね。で書店なんかでもフェアをしたりとか、そんな感じですね。で、ちなみに今年はですね、次に来る漫画大賞2022ということですけど、コミックコミックス部門、紙で出てるやつね、これが1位がですね、鶴間いかださんって読めばいいのかな、のメダリストという作品が1位、それから第2位が篠原健太さんのウィッチウォッチですね、ジャンプの本誌でやってるやつですね、それから3位が、末永祐樹さんって読めばいいのかな、あと毛上隆政さんというのらしいですけど、茜話という落語のやつで、これもジャンプ本誌ですね。はい。で、U-NEXT 賞っていう特別賞があって、これが今野明さんの「クジマ歌えば家ほろろ」っていうやつね。はい。で、それからあとグローバル特別賞っていう、これ何だそれよくわからないけどなんかどんどん増えてない、なんか外国語版らしい。あで、これが英語版で、浦名圭さんっていうのかな、ガチアクタっていう漫画の英語版に対してその賞が与えられた。英語版っていうのは英語が初出じゃなくって、こっちのものが海外に行ってっていうもの、まあ、どういう基準なのかとか俺ちょっとよく分かんないんだけど、まあ、海外からなんかこうそういう票を集めてるのか分かんないですけどね、ということです。でそれが今のがコミックス部門、紙で出てるやつね。で、ウェブ漫画部門の方が1位が地主さんって読めばいいのかな、スーパーの裏でヤニス2人ってやつね、これが1位で、これが1位で、2位が今回取り上げる阿賀沢紅茶さんの正反対な君と僕、で3位が、岩田せっかさんと青木優さんの株式会社まじるみえ、でこっちも U-NEXT 賞がありまして、何なんですかちょいちょい出てくる U-NEXT 賞は、まあ、U-NEXT で漫画の配信してんだよね、多分ね。そうね、そうしてます、してます、そういうことだね。で新井あずきさんっていうのかなと、ジアナズさんの異世界ありがとうっていう異世界ものですね、それからとグローバル特別賞こちらもありまして、反対地盤の黙々連さん、光が死んだ夏、これ取り上げましたけどね、サンデー漫画クラブね、ということで、こんな感じでね発表されまして、でそれ以下の作品もいっぱいあるんですけれども、ここではここまでにしておきます。で
取り上げ、こういうふうな感じで賞の発表があったんで一通り読んでみました。で読んでみた結果ですね、まあ、そもそもコミックス、部門の、うん、あのウィッチウォッチとか金話はジャンプ本誌なんでずっと読んでたわけですよ、はあはあ、でメダリストはまあずっと前から話聞いてましたけど今回読んであ面白いなとすごく思いましたね、うん、フィギュアスケートの話ですね、うん、でクジマ歌えば家ホロロも知ってましたけど読んでなかったですが、うん、面白かったです、うん、普通に、はい、でガチャクタはだいぶ前に読んだけどこれは俺はそんなには好きではない、って感じかな、でウェブの方ねウェブ漫画部門どれも面白くて興味深いです、うん、で書質ウェブだと僕なかなか読まなくて単行本になって目立たないと読まないんだけどさ、あの地主さんのスーパーの裏でヤニ吸う2人ってタバコ吸うやつですけど面白いね可愛い、ラブコメっていう感じでした。これでも良かったですけどちょっとあまり言うことないなと思っちゃったので、赤澤紅茶さん今回ね正反対な君と僕取り上げます。で、株式会社マジルミエが、これが、魔法少女ものなんですけど、その魔法少女っていうのがまあなんつったら仕事としてやってて会社としてみんな経営してて大手もあればあの零細もあるみたいなそういう世界観ですけど、まあまあ面白いですね。魔法少女インクみたいな感じなんですかね。そうですね、そうですね、はい。であと異世界ありがとう異世界転生もので、2人の中年があのまあ、ちょっと美少女っぽく なってみたいな感じですけどね、うんうん、まあまあこれはそこまででも分からなかった。はい、そんな感じでございますね。ある種その今話題になっている中からセレクションして、うん、この、 あの、うん、正反対な君と僕を選んでくれたってことですね。そういうことですね。で、こういうのジャンルとして何つったらいいの、ラブコメっていうの、学園ラブコメじゃないですか、になるんじゃないでしょうか。ですか。で、あの、あんまり僕やっぱ好んで読むタイプのものでもないですけど、あの実際読んでみて非常に面白かったんでね、今日どれだけその面白いを俺が伝えられるのかは自信がないですけどね。あの、あえて取り上げてみることにしました。はい。で、あらすじなんですけど、ヒロインって言ってるんでしょうかね、鈴木さんっていう女子高生ですね。で、いつも隣の席にいるあの谷くん、に無茶振りをして、塩対応でバッサリ切られるという、まあ、妙なコミュニケーションをしているわけですね、ところは実はその、鈴木さんは谷くんに恋をしていたわけです。で一見物静かですけれども、自分の意見はしっかり言って人によって態度を変えずに無駄に人に合わせたりしない谷くんの姿というのがついつい周囲の、空気を読んで行動しがちな、自分とは真逆で、鈴木さんは憧れているわけですね。で、まあ、鈴木さんは谷くんが好きだっていうことを周囲に悟られないために、まあ、ついついだるがらみを、してしまっているわけです。でそんなある日たまたま下校時に下駄箱で鉢合わせた2人は一緒に下校することになるわけですけれども、その最中に谷くんが鈴木さんの手をつなぐという事件が起き、2人は急接近していくと、こういうお話でございますね。はい、読んでみてどうだったか多田さんから聞きますか。あ、俺ですか。一番ほど遠そう。ああ、まあ、楽しく読みました。まあ要するにこう、まあ、タイトルから分かるようにまあ正反対の2人、まあちょっとあなんですかね、すごい明るくて、うん、まあ、ギャルキャラっていうんですか、ね、ギャルっぽいかな、うん、っていうあの鈴木さんといつもこう本読んでるような、うん、実際図書院かなんかね、うんうん、の谷くんっていうこの2人がまあ年頃ななんですかね、自意識過剰を乗り越えてどんな仲良くなっていくかっていう感じの話ですよね。そうですね。だからまあそれは普遍的ですよね。まあ、うん、やっぱりそのどんなそのなんですかね、こう明るく目立って裏表ないキャラでもやっぱりすごくなんですが、さっきのなんかだるがらみって言いますけど、うん、素直になれないところをまあなんかまあ要するに自意識なわけじゃないですか、その、うん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 、のなんか、変なところを乗り越えてまあクラスメイトと仲良くなる、うん、で谷くんは谷くんでやっぱり自分の格好として持ったあの価値観とかスタンスはあるけど、まあ、それをちょっとうまく伝える術をまあ経験値がないからね、うん、っていうことは間違いないと思うんですけど、うん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 、そのギャップをおのおの埋めていくっていう感じの話、うん、でなるほどなと。でそれをこうちょっとそのギャップ2人のギャップをコメなんですかね、
ユーモラスに描くっていう感じで、うん、まあなんか微笑ましい感じの漫画ですよね、言っちゃえばっていう感じ で、はい、でやっぱりそのギャップ、正反対な君と僕っていうことで言うと、なんていうか、まあ言うほど実はそんな正反対じゃねえのかなっていう気もするんだけど、この二人は心の中では、ね、でもそのいわゆるその学校の中でのスタンスっていうのは必ずやっぱり出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、こういう時なんかこういわゆるスクールカーストっていうか、うんうん、ヒエラルキーというかポジションというか、うんうんうん、でやっぱり全然違うタイプだから、そういう意味で周りの人間がまあなんかこうちゃちゃを入れてくるというか、うん、なんかお前とあいつはタイプが違うんじゃないのみたいな感じで話が結構揉めんのかなと思いきや、割と最近のその学園もの、うん、このサンデー漫画クラブでも取り上げてるけどの流れとも言ってもいいのか、そんな嫌なやつじゃないっていうか、周りが、うんそうだね、割と理解、ああそうなの、うん、みたいな感じ、対立もあんまり起きない、起きないっていうのが、なんかすごく今っぽいのかなっていう感じはして読みましたね、うん、そこがかえってなんか新鮮な感じがしたなっていう感じでした、うん、僕にとっては、はい、とりあえずそうですかね、はい、はい、ありがとうございます。美咲さんどうですか。はい、いやーかわいい、かわいい、みんな親目線になってるそういう感じです、まあね、世代的にはそうだな、俺なんか親であっても絶対不思議はない世代かわいくって青春で、うん、あのさっきおっしゃったあの多田さんおっしゃったみたいにストレスない、うん、あのなんかうん自分なりに悩むなとかあっても周りとの軋轢があるわけじゃなくて、うん、ただあの自意識だけじゃなくって学校ならではのそういう、うん、なんだかシステマチックなところとか、うん、あの学校という限られた空間の中だからこそ、うん、うまくその人数と付き合っていかなきゃいけないみたいなところもプレッシャーになってるとは思うんですが、うん、とはいえ、うん、本当に嫌な人みたいなのが出てこないので、うん、そこは単純に2人がこれからどうなるのかなとかそういう風なところに集中できていいと思います、うん、で主人公の女の子とこう彼が仲良くなっていくところで、うん、映画を見に行くシーンが私印象的で、うんうん、お互いに見てるところが全然違うっていうのは後で答え合わせというか一緒に話していって気づくんですけど、うんうん、いやー正直、うん、こんなに違ってたら、うん一緒に過ごすの大変かもよってちょっと思っちゃったんですよ思ったんですけど、ちゃんとそこはあの違っててもよくって、うん、それ一緒にこう違いがこう分かるような人になりたいみたいなこと書いてあって、うん、素晴らしい、よかった、これからも安心して読めるとどうかなどうかな、まあ、とにかくこの主人公がすごいデータの部分を拾っていくってことですよね、うん、なんかまあ7人の小人の名前全部覚えてるみたいな、そうそうそう、キャラクターの名前とか設定とか、うん、あのそういう風なところに目が行く人ですよね、うん、テキストだったりそういうところに目が行く人で、彼女の方はちょっと情感っていうか、うん、もう少しその、うんなんていうかその場におけるなんか感情的な表現の意味とか方向をメインに拾うみたいな、うん、そういう感じでした、ねうん、アニメ映画だったからなんか、うんうんうん、はい、でその中でそういう2人のやり取りとかがあの可愛いな、お友達とかのやり取り可愛いなって思ってた中でちゃんとなんてほっぺに手を当てるみたいなドキドキシーンがあって、いやーなんかうんこれ定番なんですかね、ほっぺに手当てる、いや何らかのこう接触ま大事と思って、でもそういう時にちょっと触られて赤くなるんじゃなくて、ちゃんとこの子が触られるって思ってもう赤くなってるっていうところがとってもよくって、いやいいね、キュンキュンくるね、素敵だねって思いながら読みました、うん、そしてこれがしみじみジャンプというレーベルから出てるのかということに、ジャンププラス、はい、まあ、もちろんそうなんですけど、うん、それで言うとこれ多分レーベルさえ関係なかったらいわゆるどこの少女漫画に載ってても全くおかしくない、うん、もうこのまま載ってて何の不思議もないと思うんですよ、うん、絵柄的にもコマの運び的にも、うん、書き込み的にも、うん、それこそその手を当てるシーンだったりとかも、うん、これなんか別に今の少女漫画誌だったりとかの、うん、日本の少女漫画誌のどこに載ってても何の不思議もないけど、ジャンププラスでやったから、うん、こんなに、うん、なんていうか、みんなの多くの人に届いたのではっていうところがすごく私はあって、うん、なのでどこで何の媒体で発表するかっていうのが大事になってきてる
っていうのと、うん、言い換えてみればもうどこにでも面白い作品が転がってて、うん、本当はその入り口がたまたまもちろん、正反対な君と僕が面白いのは間違いないんですけど、うん、そういう雰囲気が好きだっていう人は なんていうか、うん、書きたいところのも場所も広がりそうだし、うんうん、読んでいく人もあ自分が好きなのってこういう作品が好きなんだったらもうちょっと違うジャンルに行ってみようかなとか思うきっかけになりそうで、でもそういうこれがジャンプというどこに本屋さんのどこにあるのかなと思ったらジャンプの棚に並んでるんだっていうことに新鮮でした。はい、ね、細かいこと言うとこれ普通のコミックスよりもちょっと大きいサイズのじゃないですか。そうだよね、はい、いつから、ね、はい、いつからこういうちょっと大きいみたいなのを混ぜるかことになったんだろうとなんかしみじみとふと思いましたね。はい、そうね、これさ、少年ジャンププラスっていうクレジットになってて、ね、まあ、少年がつくわけでしょ、ジャンププラスって、はいはい、とはいえこういった女性、これ女性作家だよねきっとね。あれジャンププラスって少年って頭につくんですか。ここにはついてんのよ、青く付けのところにはね、書室っていうところに少年。あ、本当だ、少年ジャンププラス、まあ、一般にジャンプラとかジャンプラスって言われるけど、うん、でそこはでも女性の作家がいて女性の読者もいるっていうそういう場なんですか、うん、そうですだと思いますよ。ジャンププラスそのものは分かんない、うん、あ、その辺はちょっとそうか、うん、そんなによく分かんないって感じか。前に、女性が思春期で体感する体のことっていうのはスポットを当てた作品が出たこともあって、うん、でこれが多分今まで考えてる少年漫画少年ジャンプを読んでる層の関心事とはちょっと違うでしょみたいなところに当ててきたこともあったので、ジャンルとかこれに心を寄せて読む人も当たり前ですけどいると思うんで、ちょっと女性と男性の読者のパーセンテージまでは分からないですけど、まあ長く人気作品を女性が読んできたことから考えても間違いなくいるとのはいるでしょう。はい、そうか。でさ、俺タイトル面白いなと思ってて、これってさやっぱりヒロインっていうか主人公ってこの鈴木さんって感じすごいするんだけど、まず読んである時に、うん、でも正反対な君と僕なんだよね。うん、僕も思った。ね、僕側はね、だから正反対な君とアーシとかで、アーシとかあるよね、うん、って思っちゃいますよ ね、うん、だ, よね。だからやっぱそこがだから少年っていう縛りがあるからなのかとかちょっと分かんないんだけど、でも明らかに色味から考えても女性向けって感じはするしな、うんうん、そうですね。どっちの心情に寄り添ってるかって、出だしが女の子のせいか、うん、女の子が主人公っていう風にちょっと私受け止めてました、ね、うんうん、もうこれもそうだし、ね、ちょっと興味深い、ね、まあ実際ね割とこの何ですか、こじらせっていう意味では割とこの女の子の方は最初のハードルでかなり乗り越えちゃってる部分があるから、なんていうんですかね、そのディスコミュニケーションのあそういうとこ見てるんだみたいな感じで掘り下げは、もしかするとこの男の子の方がこの先ね行くっていうか、実際ちょっとね、あ後半めんどくさい、ちょっとそのうーん高校デビューした子それも大学も言いますけど、まあ、女の子もちょっと嫉妬するシーンみたいなちょっとあるけど、すぐそこは ね, そうね撤収しちゃう感じだから、うん、今っぽい感じはする。そうですね、そこは今っぽいなっていう感じしました。そうね、あそう、うん、確かにそういう意味ではそのこのなんだっけ谷君にも結構焦点当たってるのかもね。なるほどな、ありがとうございます。ダブルメインキャスト、はい、うん、林さんどうですか。なんかいじらしい作品ですよね、うんまあでもジャンルとしてそのなんかギャップカップルって絶対あると思うんですよ、うんうん、まあ、スキップとローファーとか、はい、うん、あとは前私がおすすめしたあのタイトルが出てこない、はい、白山と、そうそう、なんだっけ、ああそう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 、まあ、ギャップカップルとかあの2人はあれはもう同一ですけど、なんかこう なんですかね、クラス面白いカップルも、まあ、まあでもギャップだよな、うん、まあそうですね、うんとか、あとは、うん、あのね、それもちょっとこれ と設定が似てるんですけど、うん、スーパーベイビーってやつなんで、スーパーベイビーね、それ読んでないな。これもギャルが主人公でちょっと地味な子を好きになっちゃうみたいな話なんですけど、ただこのギャル味がマンバギャルなんですよ、絶滅寸前の。ああなるほど、かつてどこかに存在した時代を逆行するレベルのギャルっていうのがなんか面白み、ゴリッゴリのギャル、そうそうそう、まあ、だから
ていうのと比べるとなんかちょっと私薄味だなと思って、うん、設定が、まあでもやっぱ それでもやっぱギャルって便利だなって思いました、うん、もうあら不思議主人公を一人ギャルにするだけでなんかちょっと面白げな感じがする万能調味料として、うん、そうやっぱギャルはめんつゆなんですよ何でも合うしなんか手軽に美味しくなるみたいなすごい力持ってるな、うん、なるほどね。これはシンプルに好みの問題だと思うんですけど、うんうん、なんかそのみんなに気遣いすぎてすごく明るいけど、うん、気遣いすぎて実は疲れちゃうみたいなのは、うんまあ、そういうキャラ若干食傷気味だなって感じ。なるほどね、なるほどね、うん、だからそのさっきいじらしい作品ですよねって可愛らしいみたいな、うんうん、言ったけどサトリ君が私の今の心を覗くと、うん、あのちょっと前の陽気なやつはさ、そうそう、またこの設定かよみたいな心が漏れちゃったそれは正直ちょっとあるかなって思います。黒い林さんがでもなんかその若い子はこれぐらいの悩みが多分等身大なんだろうなと思います。なんか、うんうん、きっといくつのパターンが書かれてもそれぞれに味わいが美味しいんだと思う。その当時で読んだらその微妙な差がね、そうそう、うん、同じ違う作品が書いてようが、うん、何個もそれ読みたいって感じだと思うから、うん、なんかちゃんとみんな大好きなんだと思う。そうそうでも等身大でありながらもやっぱ若干甘口ですよ、うん、途中でさっき言ってきたタイガ君じゃなくてなんか平君っていういわゆるすごい学校内やクラス内のポジションをすっごい気にする子が出てくるんですよね、うん、ある意味ちょっと現実の嫌な感じを代表すると、うん、お前はなんかそういう あいつとあいつが付き合ってるっておかしくないみたいな、うん、ヒエラルキー的に言うなんか内緒みたいな、ね、そうそう内緒みたいなことをずっと言ってる彼がいるんだけど、でも彼もなんていうかそれはそれで応援するっていう立場になってたわけじゃないですか、うんねうん、だからそういう意味ではやっぱりそのそのえぐみを描きたいわけではないのかなっていうか、うん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 、やっぱり現実に置き換えると やっぱりそういうやつっているじゃないですか、うんいるね、必ず、うん、なんであいつらと喋ってんのみたいなことを言ったりとか、うん、関係ねえよバカ野郎みたいなことっていうのはやっぱり経路が違ければ違うほどそれは今でもあると思うんですよ、うんうん、だからそこはちょっと漫画的にいい感じに読みやすい感じに落とし込んでかなってことはすごくします。まあだからなんか読んでて気持ちいいそういうなんか物語を作ろうとしてるのかなっていう気がするな、うん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 、やっぱ多分私は刺激を強めが好きだからとダメなんだってなんかよくないんだって復讐とかね復讐とか、まあ、といやでも私はほらスキップとローファーとかさ大好きだからさ、なるほど、もっとなんか心がさギュッてするようなさあああ言っちゃったみたいな、なんかあなるほど、なんかあなんかそうやって恥ずかしくなって拒否しちゃうよねみたいな、あ確かにスキップとローファーの方がそういう痛みみたいなのはちょっとあるよね。情感みたいなのよりは勢いとかの方が正反対の君と僕はあるかも。そうね、うんうん、多分ねスキップとローファーはなんか多分その大人が読んでるんですよアフタヌーンだし、うん、なんか大人のなんかこう積み重ねた傷とかを、うんうん、でもやっぱりその失敗をさ自分で体験してないと自分ごとにできないからね。そうでなんかもう親みたいな気持ちでなんかもう謝りに行けみたいなスキップとローファーはなっちゃうんですけど、なんかこの、うん、あの正反対の君と僕はそういう意味ではなんかこう安心して読める、なるほどね、まあ、みんな素直だし、ね、なんかよく言うとなんかそのみんな素直でいい子で、うん、割とフィクション度が高いから別にそこまで感情移入しせずにスナック的に読める良さがある、うん、で悪い風に言うと他人事もう少し俺タバスコかけてこのスナック食うみたいな、いやなんかもうちょっと主人公のヒロインがいちいちあこうした方がいいのかなっていうのがもうめんどくせえなってそうでなっちゃった俺は全然そうはならなかったけどまあでもこれを読んでスキップとローファーを思い浮かべるのは全然自然なことだよね。それはでもあれはなんかこう比べるのも野暮だなっていうのが分かるんですよ、うん、ちょっとなんか目指してる、うん、なんかあれが違いすぎるから、そっか、俺でもねスキップとローファーもちろん好きなんだけど、これも全然いいなって思った、うんうん、なんかでも、うん、次読むリーダビリティがあんましな何をしたらいいのか、まあうん、でもいつもキュンキュンそんなにいらないって言ってるわ、うん、確かにどこがですか。そうなんですよね、うん、なんかいつも冷静に、ね、なんかまあ普通に僕の漫画ではなんていうんですか、ね、僕の年齢ではちょっとだから対応しないと思うんですけどみたいな確かに確かにそう言ってんだけど、さんだからって言ってんだけど、うん、でもこれは、うん、あのまあいわゆるキュンキュンに近いようなものを感じる、うん、でもそれはだからさやっぱテクス
トとしてそういう風にできてるっていうか、うんうん、テクストとして その中で描かれてる人間関係がどうこうっていう話でもないっていうか、そのなんか演出の仕方とかの話なのかなっていう、見せ方の話なのかなっていう気はしますね、まあ、ちょっとだからあんま自分の中でもそこはね掘り下げられてはいないんですけど、まあ、とはね、あのそもそも俺がなんでこれ興味深いなと思ったかっていうと、この手のジャンル全体に言えるかもしれないけど、やっぱさ僕は海外漫画の翻訳紹介してるわけですよ、うんうん、でバンドデシネにこんなものがあるかっつったらまずない、ないね、あんまり僕も難しいでしょ。でコミックスでもさなかなかやっぱないよねこのテンション、うん、でもそれは例えばそのバンドデシネって漫画のフランスの漫画の中でもバンドデシネって言われるジャンルが、うん、なんか絵に特化したりとかそういう方だからなくて、でそれ以外、うん、本屋さんに行ったらそれ以外の漫画のバンドデシネ以外の漫画もあって手に取れるみたいなイメージでいいんですか。いや、あのバンドデシネっていうのはそもそも日本の漫画っていうのとほぼ同じ言葉で、うん、それコミックスも全く一緒なんですけど、うん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 、めっちゃ幅広いんですよ、うんうんうん、だからその中にはクソくだらないものがあれば、うんうんうん、すげえ超絶アートみたいなのもあるし、うんうんうん、あのなんかこう恋愛ものもあるし、うんうんうん、いろんなものがあるけれど、うんうん、この手の恋愛ものをバンドデシネの中で見たことはほぼない、うんうん、へえ、なんかあの推薦した本当今日ダメだ。なんだ。こういう名詞が出た。さっきも出なかった。クイア文学の方の。あ、はい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 。あれだよね。イチャイチャずっとしてるやつ。あのハートストッパー。ハートストッパーとか。ハートストッパー。そうそうね。でもハートストッパー。まあ確かにそれ、うん、まあバンドデシネではなくてね、イギリスのコミックスだけど、確かにだからいろいろなんかこう相互に混ざっ てさ、日本の漫画的なものがバンドデシネに入ってってってことはそういうことはあるんだけど、伝統的に。あるものの中ではなかなか見たことがない。だから それだけに興味深いんですね。例えばさ、まあ、頭の中で言葉がすげえ駆け巡ったりとか、そのオフの言葉がその内面がダダ漏れるみたいな描写って別に新しくもなんともないと思うけど、うやっぱそういうのってなかなか見たことないなって改めて思うし、うそれから手をつないでさ、手つながれて状況処理できずに、で帰宅してから放心して思い返してもだえるみたいなシーンのケースがあるじゃないですか。これをさ何コマ何ページもかけてやるわけだけど、こんなことをバンドデシネがやるだろうかとか、あるいはコミックスでやるだろうかっていうのは、それハートストッパーでもどう？あ、でもハートストッパーちょっとそれに近いところあるな。逆に言うと少女漫画は全然普通ですよね。その手もちろんもちろんパッと触れ合って、うん、ギュッて掴んでそれが嬉しいとか、それこそ触ったか触らないか分かんないけどお家に帰って嬉しいよみたいなのって、それは別に普通、それはだから積み重ねてきたわけじゃないですか、うんうん、誰かが発明してそれをさ、うん、掘り下げてっていう、うん、でそこをやっぱちょっとそこを商品にしようっていう感覚が、うん、まるでないとは言わないですよ、うん、であの今バンドデシネもどんどん変わってきてて、うん、ハートストッパーみたいなのが出てきてるように、うん、バンドデシネでも似たようなものが出てきてると思うんだけど、うんうん、今後インディーとかで出るかもしれないですね。そうね、それは本当そうだと思うね、うん、あでもこのなんか原さんの言いたいことをわしらに類推するとやっぱその日本の漫画の幅の広さというか懐の広さ、うん、でやっぱこれだけでも成立するみたいな、うん、その良さなのかなと思う、うん、圧倒的にやっぱりなんかプラットフォームが多くてかつ書き手も多い、うん、それもそうだと思う、うんうん、でその中でここのところをすげえ掘り下げて、うん、広げていくみたいな演出とかさ、そこに面白さはやっぱすげえあるなっていう、いやでもそこは確かにそうですよ、うん、なんかちょっと悪口言ったけど、うん、そのなんか素直さ、うん、というか心成立する感じ、うん、その気持ちは捨てないで、そのままであれって思います、ね、うん、でもなんかさ、小まあターゲット女性なのかもしれないですけど、うん、なんかジャンプラに乗ってるって考えると、うん、なんか男のラブコメってもっとなんか非現実感あるじゃないですか。うん、どこなんかラッキースケベとか、ああ、なるほどなるほど。なんか例えばなんかこんな年齢のやつにツインっているかよみたいな。そういう意味ではなんか割と現実味寄りで、なんかこれぐらいが、例えばなんですかね、僕ヤバってわかります？わかるわかる。僕ヤバちょっと私あれなんですよね。なんか現実ベースの話じゃないと思うんですよ。あれはちょっと男の子が読んで気持ちいいラブコメだと思うんです。ファンタジーみたいな。そうそう、キャラを立ててキャラで楽しむみたいなこともありますよね。とかあとはそんなアホな設定あるかみたいな、そのモデルでみたいな、なぜか俺のこと好きでみたいな、その都合の良さみたいな。とかはなんか
なんかこれがでも男の子も読んでるんだったらなんかすごい興味深いなって思います。本当そうです、そうです、そうね。でもオタクはな、ギャル自分のこと好きになってくれるっていう幻想。あ、なるほどね、なるほどね、ないない。とはさ、これも別に漫画としてはすげえ当たり前のことなんだけど、うん、なんか、まあ、この作品結構前向きな作品だと思うんですけど、うんうんうん、そこもすごいいいなと思うわけですよ、うん、現実が結構大変な中でね、うん、でまあ、鈴木さんが谷くんを好きだっていうふうにまあ認めて、最初はそこ言語化もできなかったけど言語化し、そしたらあの茶化してた周りがそれを応援していく、まあこれ別にスキップとロファーとかでも普通にありそうなことだけど、そういうようなこととか、それからと谷くんにまあ鈴木さんが好きだって告白して、その流れの中で自分がいかにダサい人間かっていうことをまあ反省する、それは相互にそういうことをするわけだけど、こういうようなことってさ、現実の中で他者との人間関係の中でそう簡単にできるかっていうとなかなかできないじゃない、でそのやっぱ漫画の中だからできることだと思うんだけど、そこのところの面白さっていうか痛快さみたいなものとかは普通にあるよなっていう、若い人たちとかで、あ、こういう風にやったらいいのかとかさ、こうありたいとかって思うモデルにもなり得るかなってちょっと思ってありましたな、なんか分かりやすさとテンポの良さっていうのはとっても、あの心地よいなって思いながら読みました、でもしこういうストレートな恋愛っていうことにものすごい主眼を置いて、かつ人となんか使命があるわけじゃなくて、みんな、単純にあのその人とやり取りをしたりっていう日々のことを書いていくっていう少女漫画でと言われるジャンルでよくあるような話に、もし初めて触れる少年ジャンプの読者さんが男性とかね、そういう人がいるとしたら、スキップとローファーはちょっとなんていうかやや難解なんじゃないか、あ、そう、これに比べると、正反対な君と僕の分かりやすさ、テンポの良さみたいなのに比べると、ちょっと情感入ったりとかして、いやいや、どっちかだかって言ったらちょっと上級者向けっていう気がしなくもない気がして、そうすると、やっぱりこう正反対な君と僕みたいなストレートで可愛い、キュンキュンする、分かりやすい、そして心地よいみたいなのがあるとすごくいいんじゃないかというのは聞きながらなんですね。これなんかやっぱコミュニケーションはすごい気持ちよく、本当本当そうですよね。言語センスがすごい優れてんだろうなというのはすごく感じるとこですよ。で、俺はおっさんだからいいんじゃないですか、そのあんまこだわらない。おっさんエクスキューズ。10代後半の若者とかと日常的にそんなに話はしないんだけど、でその10代後半の若者っていうのはこういう喋り方してるかどうかは分からないけど、してそうな感じがするっていうか、そこのなんか生き生きとした言語はとても魅力的に感じられる。で逆にこれがだから数年後にさ、同じような感覚で受け取れられるんだろうかっていうのは、これいつの時代にも起こるけどさ、そうですね、けど例えばなんかこう何ページか忘れたけど、情緒よみたいな言い方とか、まあ今っぽい言い方のような気がするし、谷くんそういうとこみたいなところとかさ、そういうとこなんていうのは古くからある言葉だけど、こういう言い回し、若干変えた言い回しとかがさ、どうなんだろうっていうとことか、今2022年の今読んでみたいな気持ちはありますね。すごいするよね、なんかこう東さんって女の子が出てくるんだけど、あのダメな男しか好きになれない女の子ね、生き急いでるよね。そうね、とてもいいキャラだけど、大人っぽいこと言ってますよね。あのそのさ、あの谷君と付き合ってるっていう教えられた後に、いやもうめっちゃ羨ましいじゃん、何やばい、大打撃だわ、しんどいみたいな、この立ちかけるリズム感とかは、俺はなんか翻訳してる人間としてはすげえいい言葉だなって思うの、今さを感じる、まあ俺がそういうものを訳すチャンスがあるかどうか知らんけど、このフローを翻訳で、そうそうそう、だいぶ難しい、っていうその生き生きとした感言語はめっちゃ魅力的で、確かにそれは魅力的に感じてきた、でしょ、本当そういうとこ結構あるよ。でさらっと入っててさ、映画館は客がガチャだから苦手だわとかさ、あ、ガチャってこんな風に使うんだとかさ、あ、かつあの決めのシーンは少女漫画らしいというか、この霊魔屋の漫画らしい、セリフなしで絵だけで見せるっていうコマバンって使ってるんですけど、結構1ページあたりのセリフ多いですよね、多い割にはやっぱりストレスなくポン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 って読めるっていうのは、そういう言語センスもありそう、すげえありそう、で
オノマトペもめっちゃ面白くて、オノマトペとかあとなんかこうちょっとしたやり取りオケオーライって俺初めて見たんだけどオッケーオーライでオケオーライ意味は全然わかんだけど、ね、あおもろっていうところとかオーライオーケーが転がってるイメージ完全におじさんですよね。そうね、あとあのほら鈴木さんがあの谷君のところにあれなん全然そんなんじゃないんだってみたいなこと言って谷君が言っちゃうところでさ追いかけるシーンがあるじゃないですか、あそこあのすげえ全速力で走るんだけど超遅い、うんっていうのを表現するために、うんうんうん、持った持ったっていうオノマトペが使われてんだけど、うん、これは抜群に面白いなっていうね、なんかそういうところがチャーミングで、うんうん、俺はこの作品はすごくいいなと思って、うん、チャーミングといえばこの先生の可愛いさ、絵の可愛さ、うん、なんか小道具のかさっきの持った持ったもそうなんですけどデフォルメの可愛さってあるなと思いました、ね、さっきのなんか自分がワクワクしすぎて嬉しすぎてテカテカしちゃうシーンの一人型じゃなくなってテカテカするところとか最強になってるところとか、ねとかはい、あと単純に映画のなんか出てきたちっちゃいマスコットになってるイエティの可愛さとか、うん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 、あとその映画のシーンであそこちょっとすごく印象的だったんですけど映画のシーンでわざわざ映画が素敵な映画っていうのを示すために1ページなんていうかファンタジックな演出がされていて、うんうん、あこういう端々が可愛いみたいなのってこの先生の読んでる作品の中であの作品読んでるとなんていうか可愛さのプラスになっていてとってもいいなって思いました。そうですね、うん、この絵もあるしなんかその女の子は猫まあ猫なんだけど実際、うん、そのデフォルメされたキャラとして乗っかってるところとかのデザインもちょっとエイティーズリバイバルが入ってるよね。なるほど、男の子がなんか寝てる時になんか夢に乗ってきた猫の子、うん、そう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 、なんかそのデフォルメの感じもなんかそういう感じあるな、なるほど、感じしました、ね、そうかそうか、なんかまあそのね画面がすごい賑やかな感じとかって、うんうんうん、最後の方でさあの一緒になんかこう実習する勉強するところとかで、うんうん、ノートになんかこうシールいっぱいテカテカ貼った、うんうん、あんな感じがするよね。そうですね、そうですね、ちなみに私この図書室に入ってきたシーンであ田中ちゃんと下が斜めになってるのって今どきっぽいなとかあと並んでる出たそうなんですよ、本がですね背表紙にですねラベルが貼ってないタイプかなとかついつい業界チェックが入りました。でも書き込みとかあのきっちりやってらっしゃるタイプだなと思います、背景まで。でもまあ絶対この2人さなんかすごい壁にぶち当たるよね。あこの後ね、これここで終わってもよかったね、かわいいねみたいな感じだと思うんですけど、ね、1かこの後続くんだ、そう、超えられない壁ありそうだなって、ね、この後はその本人たちの気持ちがもしうまくいったら、うん、次はあ、まあ、友達はもう今大丈夫なんで、うん、家族に行くんだそこに行くのそうなのとかいろいろ、まあ、大物だったらね、なんか家族か学業、うん、あの離れ離れになるか、うん、どうって思ってます。そうね、まあ、そういう続きものってことで言ってやっぱりスキップとローファーとかの方が確かになんかいろんな要素があるよなって気はしなくはない無言で話してる好きすぎるんですよね、私が多分スキップとローファーを。なるほどね、どっかで読んでみよう、うん、はい、まあ、とはいえねすごくチャーミングな、うん、まあそうですね、とてもいい作品だなと僕は思うので、うん、ぜひあの興味がある、中年の男性とかにぜひ、うん、そうですね、はい、ということで、今回は阿賀澤紅茶さんの、正反対な君と僕を取り上げました。次回なんですけれどもサンデー漫画クラブが次のエピソードでついに100回を迎える。おめでとうございます、頑張った我々はい、ということで、次回は100回記念雑談会ということでねあのさちょっと100回記念だけどしょぼいけど作品を取り上げるのではなく有意義な会にきっとなるんじゃないでしょうか、はい、そうです、雑談をしてですねサンデー漫画クラブのこれまでを振り返りこれからについて考えていく、そういった感じでやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上原と林とただと美咲の4人でした。また次回お会いいたしましょう。それではまた。